どうも、カイトです。今回ですけども、東京から飛行機と船とバスを乗り継いで8時間以上、営業時間は昼間の11時30分から14時の2時間30分のみ、ラーメン好きの中では日本一行くのが困難と言われているお店、利尻ラーメンミラクさんが本店以外に満を持して、新横浜ラーメン博物館内に出店されているということで、その味を求めてラーメンを食べに行ってきました。ミラクさんは料亭などでも使われている高級食材の利尻昆布を大量に使った昆布がギンギンに効いたスープのラーメンを食べられるお店です。この動画を最後まで見るとミラクさんのラーメンの全体のイメージ、価格、各具材の細かい特徴が分かるようになるので、ぜひ最後まで見ていってください。またこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しているので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をよろしくお願いします。それでは早速行ってみよう。こちらがミラクさんのメニューです。今回は看板メニューの焼き醤油ラーメンをミニサイズでお願いしました。やってきました。こちらが焼き醤油ラーメンです。着丼した瞬間の第一印象は昆布というより、中華鍋で焼いた醤油のいい香りがかなり強めに香っていて、見た目的にはシンプルな中華そばにも見えますが、香りが加わるとなかなかジャンキーなラーメンの気配も漂っています。スープの上にはチャーシュー、メンマ、ネギ、キクラゲ、海苔も入っています。東京から飛行機乗って、船乗って、バス乗って、利尻本店に行くのもラーメン好きとしては楽しそうだけど、新横浜で食べられるようになったのはありがたいなぁということで、いただきます。まずはスープから。先ほどお伝えしたように、中華鍋で焼いた醤油の香りがするスープは表面にラードの膜のようなものが張っており、中華そばというよりラーメンとお伝えした方が伝わりやすそうなガツンとスープ。醤油の強烈なパンチの中にはラーメン1杯に対して名刺大1枚分くらいの大量の利尻昆布を使用されているだけのことはあって、昆布の出汁もギンギンに効いており、醤油に負けないナイスな存在感。その奥には豚骨や鶏ガラなど動物系スープも隠れているのが伝わってくる、想像していたよりもジャンキースープ。利尻昆布といえば高級料亭などでも重宝される高級食材かと思いますが、ラーメン1杯に対してこんなに大量の利尻昆布を使用できるのは、店主の江刺上継さんの親戚の方が昆布漁師をされているからだそうで、そもそも大量の利尻昆布を入手すること自体が困難な中、ミラクさんは通常より安く手に入れることができるそうで、他のお店で同じことをしようと思えばラーメン1杯の値段が 1.5 倍か2倍にしないと成り立たなくなってしまうところを、安価な価格設定で提供してくれているのも嬉しいポイントということで、麺を食らっていく。麺は見覚えのある黄色みがかった中太縮れ麺。この麺の正体はラーメン好きの皆様ならピンときたであろう、北海道を代表する西山製麺さんの麺だそうで、ラードが麺にしっかり絡まってくるのは北海道を感じるナイスな麺。醤油ラーメンを食べているのにどこか札幌味噌ラーメンを食べているのにも若干近い感覚を感じるのは、熱々のラードが麺にしっかり絡まっているからだと思います。完全に個人的な意見になりますが、日本全国で一番美味しいラーメン店が多い都道府県は北海道なんじゃないかと思っていて、ラーメンを食べるためにいつか北海道に引っ越すかも真剣に考えたことが何回かあります。おめえがどこに住もうが一切興味はないと声が聞こえてきたので、チャーシューを食らっていく。チャーシューは脂身が多いタイプで濃い味というわけではないのですが、味はしっかり染み込んだ絶妙な味付け具合の絶品チャーシュー。ご飯と一緒に食べるといかにも美味しそうなチャーシューは、個人的には美味しいではなく超美味しいに分類されるカイトが好きなチャーシュー。近くの席に座っていたお姉さんも美味しいと言いながら食べていたので、間違いない美味しさだと思います。そんなナイスなチャーシューを食らったところで、メンマを食らっていく。メンマは出汁で勝負しているラーメン店さんでよく出てくる印象の穂先メンマ。味わうように食べてみると、おそらくですがこのメンマ昆布で味付けしているのではないかと思われる出汁の効いたメンマで、結構柔らかめでしっかり煮込まれていて、旨味が中まで染み込んでいるのもナイスなポイント。細かいところまで抜かりねえなぁと感心したところで、キクラゲを単独で食らっていく。キクラゲは単独で食らうと、正直な感想としてはキクラゲを食らったという感想しか出てこなかったので、麺と一緒に食らっていく。この食べ方が正解でした。麺のもちもち感とキクラゲのコリコリ感が同時に口の中を襲ってくるナイスな組み合わせ。ナイスな組み合わせといえば、このチャンネルでは毎度おなじみなので、そろそろ定着してきたんじゃないかと睨んでいる CM スタイルで
食らっていく。これまたナイスな組み合わせといえば、マクドナルドさんのチキンマックナゲットとバーベキューソースの組み合わせがあるかと思いますが、11月24日からナゲット15ピースが期間限定で490円になるそうなので、限定ソースのベニズワイガニのグラタン風ソースとガーリックバターステーキソースも必ず食べに行きたいと思っています。特にベニズワイガニのグラタンソースが気になっているとお伝えしたところで、ミラクさんのラーメンは他のお店では食べることのできない唯一無二のかなり美味しいラーメンだったので、あっという間に平らげて大変美味しくいただけました。いかがでしたでしょうか。利尻ラーメンミラクさん、本日のまとめになりますが、スープは醤油を中華鍋で焼いた際の香ばしい香りがかなり強めに香っていて、その時点でインパクトの強さを感じましたが、さらに大量の利尻昆布の旨味を凝縮した出汁系スープ、豚骨や鶏ガラなどの動物系スープも合わさることで、見た目だけ見ると少し濃いめの中華そば的な立ち位置のスープにも見えましたが、食らってみるといい意味で他のお店さんでは食べられない尖ったスープで、個人的にはかなりドンピシャの絶品スープでした。麺は北海道のラーメンではメジャーな黄色みがかった中太ちりで麺を使用されており、スープに張ったラードが絡まった麺は醤油ラーメンを食べているのに、どこか札幌味噌ラーメンを食べているような気持ちにもなれる美味しい麺でした。チャーシューは脂身の多いタイプで濃いめの味付けというわけでもないのですが、かといって薄いということもなく、ちょうどいいくらいの味が肉の中までしっかり染み込んでいて、ご飯と一緒に食べたくなる美味しいチャーシューでした。メンマはおそらく昆布で味付けをしており、しっかり煮込まれたメンマは柔らかく、なおかつ出汁が染み込んでいて、ここも抜かりのないナイスなメンマでした。キクラゲや海苔、ネギも麺と一緒に食べることで、麺のもちもちっとした食感とは違った食感を一緒に楽しめるのも嬉しいポイントで、結論としてはミラクさんは他のお店さんでは食べられない唯一無二の味のラーメンを食べられるお店さんで、新横浜ラーメン博物館内でもかなりおすすめしたいお店さんだと個人的には感じました。何より北海道に住んでいる方でも伺うのが難しい場所にあるお店さんを新横浜駅周辺で食べられるようになったのは、ラーメン好きとしては非常に嬉しいなぁと感じました。また今回はラーメン博物館内で連食予定だったため注文はしませんでしたが、ネットでいろいろ調べた印象では、トッピングで利尻とろろ昆布を追加してラーメンと一緒に食べるスタイルやマスカットサイダーも人気のようなので、ラーメン博物館内で連食はせず一軒でがっつり食べに行く予定という方には、私カイト自身は頼んだことはないのですが、おそらくおすすめできそうだなぁと思いました。このチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介していきます。今後このチャンネルで何かやってほしい企画であったり、皆様のおすすめのラーメン店があれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。また現在チャンネル登録者数400人を目指して頑張っているので、この動画が少しでもいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。